そこで何か手に入るんじゃないか。へユイト、僕の力が必要だろ。当たるか、かわせてくれ。おっと、椅子で攻撃か。濡れると機動力が落ちるからだ。注意してくれ。はっ、来い、ここだ。やっ、あっ、弱点発見。だな、決めてくれよ。はっ、続け。派手に濡れたな。やった。こいつで力不足を認めたか。この調子で行こう。やるじゃねえの。あ、任せろ。やったか、うん、やるね。お見事。気安く呼ぶな。しびれて動けない敵がいるぞ。俺がやる。
いないとは何ちゃうか。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電してしまうと動けなくなるからな。やっとさ、カエルと死ね。ビリビリ来やがる。ありがたくもらっておこう。これでよし。おい、そっちはゴール地点だ。フラッグを回収せずに行くつもりか。よし、フラッグゲット。あとはゴールに向かうだけだな。当たり前のことをいちいち指示するな。さっさと行け。おお、怖っ。噛みつきまくり。チワワかっつーの。見つからねえようにな。行くぞ。
めてくれよ。ユイト、本当にこっちでいいのか？リーダーなら当然、死刑くらい頭に入ってるんだろう。いいから黙っ。ってついてこいって、かまってちゃん。まあ、方向は合ってるはずだから、進んでみよう。ちゃんと決めてくれよ。よっ、狙えるぞ。力不足を認めたが、よっ、やった。こいつで、よし。もっともっと強くなる。行こう。おっと、また強くなっちまったか。見つからねえようにな。畳みかけるぞ。やったか。敵が何か落としたな。ちゃんと決めてくれよ。俺たちを見失ってくれたようだ。派手に濡れたな。気合ってよ。水でこう狙えるぞ。おやおいか、濡れると機動力が落ちるからな。注意してくれ。力不足を認めたが、水の攻撃が効いてる。今の場所は弱点か。任せろ。呼ぶな。あ、くそ。やっ。
や麻痺して動けないうちに叩いてまえ。反応があるみたいだな。やっ、ちゃんと決めてくれよ。やっ、畳みかけるぞ。やっ、かけるぞ。死ね。敵は紛れてる。今がチャンス。任せろ。あそこで何か手に入るんじゃないか。本当に大したことないな。え、何が？超能力のステータスは低いし、戦い方も素人同然。なんで瀬戸さんもカレン連隊長もこんな奴を贔屓するんだ。うーわー、シデン君よ。お前さんがリーダーに選ばれない理由ってそういうところじゃねえの？うるさい。僕は別にリーダーになりたいわけじゃない。僕より劣る奴の命令を聞きたくないだけだ。人間性は劣ってると思うけど。黙れ、アダルト。おい、ユイト、この先気をつけろよ。僕が班長ならゴール近くの死角で待機する。どういうことだ？つまりフラッグを探し回るよりゴール前で奪い取った方が効率がいいってわけだ。ああ、そういうことか。でも訓練なんだし。おっと、おいでなさったぜ、重ねたちだ。やっぱりな、重ねならこう来ると思っていた。迎え撃つぞ。悪いが、俺はこっちの敵の相手で手一杯だ。重ねは頼んだぜ、ユイと班長。同じくだ、僕も手伝えない。班長なら班長らしく自分で何とかするんだな。よし、これでよし。やられたわ。
すげえな。よくあの二人を制御できたな。見事だ。ユイトさん、すごくかっこよかったです。いやー、さすがユイト君、難なく班長を務めてくれたな。今回は勝てたが、僕はお前を認めないぞ。私の計算ミスだわ。ごめんなさい、花火つぐみ。ううん、そんなことないよ。みんなの責任だもの。悔しい。ユイト、正直言ってあなたを舐めていたわ。まさか超能力で負けるとは思わなかった。あ、うん、そんなにストレートな言われ方をするとは思わなかったけど、よかったよ。この間一緒に戦った時も見どころはあったし、私あなたのこと気に入ったわ。ありがとう、嬉しいよ。ご観覧中悪いけど、これ商品な。お疲れさん。父さんからメッセージ。海抜軍への正式入隊おめでとう。カイトから話は聞いている。やはりお前の海抜軍入りには反対だが、怪我だけはしないようにな。海抜軍の一員ともなればお前も一人前だ。これを機に家のことや亡くなったお母さんのことも話しておきたい。カイトも誘って今度一緒に食事でもしよう。こちらのスケジュールが調整できたらまた連絡する。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな参加してくれてありがとな。カゲロウ、珍しい。お、何が？カゲロウ、訓練嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだから、かっこいいところ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。くじもズルしてた。しし
新人くんと組んで腕前を見てみたかった。やっぱり訓練の前にいつの間にかスメラギ寮に移動していたことが気になる。もう一度スメラギ寮に行ってみよう。何か思い出すかもしれない。